吉田さん、小泉純一郎元総理大臣というのがいますよね。小泉総理は野党にさまざまな追及を受けたときに、そんなことは問題ではないと、大切なことをやるときにそんな小さなことはこだわらなくていい、問題じゃないんだと、マニフェストを通すときにそのうちのいくつかが矛盾があったからって、どうってことないんだっていうふうにして突っ走ったわけですよね。まあこの半ば強引なところ、そして追及にもひるまずに跳ね返すところ、まあそれが同居しているのが小泉総理だったのかなと思います。それに竹中平蔵さんという一般人もよくね、大臣としてついていったなと思いますけども、ものすごいね、いいストーリーだったかなと思いますよね。もちろんね、小さなことを大事にしないと大きなことっていうのはできないんだよっていうのもその通りだと思います。ただ大きなことを成し遂げるときに小さな犠牲や矛盾は無視して突っ走った方が結果が出やすいというのもまた一つなのかなと思うんですよ。こういうふうにね、世の中にはさまざまな常識があるんで、その時その時に応じて使い分けたりね、そして時には小さなことを飛び越えて大きなことに向かっていくってことがあるのかなと思いますよね。まあ、例えばね、こうやって動画を撮ってますけども、小さなことにこだわってというんだったら、じゃあヒゲ面で出るなみたいな、ね、ことになっちゃったりするわけですよね。私もね、多少見た目には気にするんですけども、起き抜けのそのまんまの姿でぼやっと出ることもありますんでね。まあでもそこまで気にしてらんないかなっていうのがね、正直なところですよね。はい、まあいろいろと都合よく乗り越えていきましょう。いってらっしゃい。